単一障害点の一例。コンピュータ間の通信ネットワークでは、ルーター等が冗長化されていなければ単一障害点となり得る。単一障害点とは、その単一箇所が働かないと、システム全体が障害となるような箇所を指す。情報システム工学や通信、サプライチェーンマネジメントなどの分野で使われる概念である。単一故障点と訳されることもある。 高い可用性が必要なシステムでは、そのシステムを構成する各構成要素の一箇所の障害で全体が停止しないように各構成要素を冗長化するが、その際に単一障害点が残らないように設計すべきである。一般的なコンピュータシステムの例では以下が挙げられる。ただし過剰な冗長化や多重化は、 コスト増に加えて、システムの部品の種類や数、あるいは複雑性が増加する結果として、部品故障発生率や設計、検証、運用のリスクが増加する側面もある。このため単一障害点の解消は、その業務や業務停止の影響度を緩和にし、費用対効果及びリスクマネジメントの一環として、行う必要がある。コンピューティングの分野では、冗長性は、 内部コンポーネントのレベル、システムレベル、または拠点レベルで実現することができる。サーバークラスターに対してシステムレベルでの高い可用性を保証するためには通常ロードバランサーが使用される。高い可用性を持つサーバークラスターの場合、複数の電源機器、ハードドライブ、その他のコンポーネントを使用することで 各サーバーが内部コンポーネントの冗長性を獲得することができる。システムレベルでの冗長性は、あるサーバーが故障した際に代わりに処理を行う、予備サーバーを用意することで実現できる。データセンターはビジネスロジックなどをしばしばサポートしているため、潜在的にはデータセンター自体が単一障害点となる可能性がある。したがって、 拠点レベルでの上調性を確保するためには、クラスタ全体を別の場所に複製しなければならない場合もある。この機能は IT 災害回復プログラムの一部としてよく言及される。ポール・バランやドナルド・デイビスは災害によって停止しない通信ネットワークのキーとなるパケットスイッチングを開発した。アーポネットやインターネットを含む このようなネットワークは単一障害点が存在しないようにデザインされている。ネットワーク上のどの2点間にも複数の経路が存在するため、どんな一つの経路、または一箇所の中間濃度で動的なルーティング中にパケットが破損しても互いに通信を続けることが可能となっている。単一障害点が生じることを回避するために、 次のようなネットワークプロトコルが使用されている。ソフトウェア工学の分野では、アプリケーションやコンピューターシステムが一つのコンポーネントによって厳しく制限されてしまうとき、ボトルネックが発生する。ボトルネックとは、通信経路のすべての部分で最もスループットが低い箇所のことである。ボトルネックを特定することは、性能解析と呼ばれる。通常、 ボトルネックの解消は、そのために制作されたパフォーマンスアナライザやプロファイラなどの特性のツールを使用して行われる。その目的は、ボトルネックとなっているコードの特定箇所に対して、全体のアルゴリズム効率を向上させることで、コードの実行をできるだけ早くすることである。セキュリティの分野では、システムを構成するたった一つのコンポーネントにミスがあっただけでも、 システム全体が危険にさらされる可能性がある。単一障害点の概念は、サプライチェーンマネジメントや交通マネジメントなど、工学、コンピュータ、および、ネットワーク以外の分野でも使用されてきた。単一障害点が生まれる、構造設計には、ボトルネックや直列回路がある。この概念の実際が実際に適用できる、交通の分野における、最近の有名な例としては、 2016年1月に数日間東カナダと西カナダ間の交通が完全に遮断されたニピゴン・リバー・ブリッジの例がある。この橋はトランス・カナダハイウェイの途中に位置しており、他に一つも代わりになる自動車が走行可能な迂回路が存在しなかったためである。また、コネチカット州のノーオークにある老朽化した。 旋回橋であるノルオークリバーレールロードブリッジは、開閉時に渋滞を引き起こし、鉄道のノースイースとコリドール線を混雑させている。単一障害点の概念は、知性の分野でも使用されている。エドワード・スノーデンは、情報源を一つしか持たないことの危険性を、単一障害点という言葉で表現している。ありがとうございます。